はい、ドラマーの倉橋敏之です。今日はね、フラム。フラムの練習ですけど、フラムの中でもスイスルーディメントをちょっと,、えー、と紹介したいと思います。まずはね、さらっとやっていきましょう。タップフラムって書いてあるんですね。これタップフラム。まあ、フラムタップです。なんですけど、ずれてる、それがずれてる感じですね。ワン、ツー、スイー,ー、フォー、ね、こんな感じです。 タッたたと、タたタッと。要するにね、これはね、こっから始まってると考えてください。フラムタップが。こっからフラムタップが始まってると考えると、ここまでで、単なるフラムタップですよね。ね。ここが右です。ね。こういうふうになっていると。こっからここまでね。まあそういうものです。まあ、タップフラムと。こういう、あの、スイスルージメントになります。 まあこれ一旦置いておいて、そしてその次ですね、パタフラフラというのがありますこれは、擬音語になってます。ここ、パータ、ここがパタです。あ、違う。パータ。で、フラム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 ,フラムです。パターフラフラ、パターフラフラ。ね。っていうことです。ちょっとやってみますね、ゆっくりね。ワン、ツー、 ねっ。ワン、ツー、ーパター、フラフラ、パター、フラフラ、パタフラフラ、パタフラフラ。ねずれてる。これもずれてるけども。まあ、これはずれてるというか。 発音がこうずれてますけど名前がねこっからこれがねその形ノーマルな形となってますパタホラホラですねこんな感じですねさてさてさてここ右手ですよねでここ右手ですよね なので、1、2、3。で、こっちが左手、左手、左手となりますから、これ、3連打がこう、重なってるわけなんですよ。ね。こういう連打系がこう重なってる。こういうふうに重なってるわけですね。こういうふうに、こういうふうにね。こういうふうに重なってるわけです。こういうふうに。だから難しいんですね。だから連打の練習、ね。3連打、4連打の練習があのうまくできてると、 うまく使えるようになってきますけどちょっと大変ですねパタフラフラで3連打の立体的にこうね重ねたものですねそして今日のメインはこれですスイスアーミートリプレットちょっとやってみますね 1, 2, タタタタタタワンツースリー3連部でラッタ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 ワンって言ったツーって言ったこんなもんですね ねこんな感じですよこれは左手ですよねなのでここに左手がくっつくということはこれはこうダブルストロークなんですよダブルストロークがこう重なってる感じこうやって重なってる感じなんですねだからさっきの上のあのスイスアーミートリプレートじゃなくてこっちパターフラフラは3連打のこう すごく複雑にこう重なってるのではなくてこれはダブルストローがこう2つがこう重なってるこういうイメージなんですね,ねで3つになってるとなのでそんなに難しくないんですでこれっていうのは音的には実は前回やった昨日前回やったフラムアクセントと似てるんですフラムアクセントっていうのは別にあの普通の3連符 3つずつの感覚でアクセント、あのー、フラムをつけても <music> っていうものですねなんですけどこれ結構難しいんです水素揚げだと楽にいくんですね,ねであんまりサウンドもそんなに変わらないと いうことであのよく水素編みよく使われるんです早くねテンポを早くしたい時には水素編みのが楽なんですねなので今日は紹介しているわけですね水素編みトリプレットを練習しましょうということです使ってあげてくださいね <music> こういうもんですねこういう感じですで 水酸アーミートリプレット、まあ、ノーマルだと頭にこうアクセントがあるんですけど、これをね、後ろにこうアクセントがあるようにするのも練習するといいですね。こんな感じです、ね。そうすると今の。 後ろにアクセントもあるのので、で、よりりジャズっぽくななますよ、ね。なので後ろにアクセントがあるやつも練習してください、ね、ダブルストロークのこの最後これがかぶってる、ね、そういう意識でちょっと練習するとできると思います 感じです結構楽にやってるようですけど最初ちょっと難しいかと思うのでねあのー、昨日やったフラ,ムフラムタップなんかもこれも考えようによっちゃこうフラムタップ3つなんですよ3つがこう重なってるんですよ、ね。で次のやつがここに重なってる。 だからフラムタップも実は3連打なんですね。いきますね。右、右、右ですよね。ね。だから3連打が重なってるやつなんですね。なので、フラムタップよりもスイスアミノが楽って言えば楽かもしれないですね。 まあそのぐらいお手軽に使える効果が結構高いものなんで、あのぜ、ー、ひとも覚えて、あのー、連発して使ってあげてください。スイングだけじゃなくて、ロックでももう全然使えますから、あのー、何にでも使える、本当に便利なあのー、ルーィメンツです。ね応用もいろいろ効かすことができます。ででそうですね今日はこの3つなんですけど、ちょっとね、このタップフラム。 についてね、まあ、これが正式なタップフラムなのかどうなのか正式というのは誰が決めるのかどうなのかもちょっとわからないですけど、まあ、あのそういう団体もありますけどねなんですけどこれをねタップフラムっていうのはね僕はあんまりそういう風に分類してないんですね自分であの分類する,するんですけど上手くなってくるとルーディメントって自分で分類して分類分けしたりするんですねそ,その中で僕はこれはねこういう風になってるんですねこの今の今 タップフラムって言われるものねこれはタップフラムじゃなくて、リバースタップフラムとか、ディレイドタップフラムとか、要するにずれてるだけの普通のフラムタップ、あ、ディレイドフラムタップ、ね、ずれてるだけの単なるフラムタップなんだというふうに僕は分類してます。そうじゃないとね、下のような、本当にタップフラムっていうふうに叩くやつ、これの分類の仕様がなくなっちゃうんですよ。 <laughs> だからね僕はそういう風にしてます、ね、下のやつやると普通に一番最初がタップなんですよタップフラムなんですよタップフラム、ねあのー、結構大変なのでそんなには使うようなあれはないんですけど そんなに使うようなあれはないっていうわけでもないですねあの、意識的に使うんじゃなくて、こういう場面って結構出てきたりしますから、とっさにね、なので、あのー、こういうふうにしてるわけですね、まあ、何が言いたいかっていうと、あ,のーうん、あんまり全部ね、うのびしてるのもあんまりよろしくないですよということで、まあ、あのなんでこういうふうな名前がついて、なんでこういうふうに言われてるのかよっていうのを考えて、 あのね、学んでいった方がいいと思います、何でもあの、ね、本に書いてあるからとか、誰かが言ってたからって鵜呑みにあんまりしないでくださいっていうことです。ね、間違ってる情報かもしれませんしね、最近はそういうこと、結構い,いろいろあるじゃないですか、ね、情報というものはあの正しいかどうかはわからない、ね、そうさせたいがために誰かが流してるものかもしれない、ね、もういきなりフェイクなのかもしれない。 とということですねそういう可能性もありますよという話ですねそうですさて,さてさてではここでねスイスアーミートリプレットで覚えるとどんなことがいいかまあ、ロックとかねそういうところでは使わないんじゃないかっていう人にこれこのフレーズをねスイスアーミートリプレットに2つ足してくださいあ これを普通にタカタカタカ,タカ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 ってよくやりますねこういうのありますよねそんな感じでこれ使ってみるんだよ、うん、あえっ、ー、とここ3つしかないから3つにしようかなねこんなふうにしてねこんなあのお手軽にこういう音符が使えるようになるので でうん、これ5連符で書いてありますけどまんま5連符じゃないですからね。5連符だと1234512345なんて数えないでこれラカタタタ,タンこれを1個の塊だと思って1234に入れてください、ね、こんなんでかない、ね、こんな感じであの使ってあげるとあの派手なあのかっこいいフレーズができるかと思いますね ススイスアー,ミー、ね、利用してきてきくださいこです、ねそうえー、とアメリカンルーディメントで、あのー、だけじゃなくてもっともっといろいろ知りたいよっていう人ねこれから先いろいろこういうのがあると思うんですけどそれでも注意点は一番最初にアメリカンルーディメントをやっぱり習得してで熟練度を上げてからやった方がいいです時間の無駄に結構なります ね、なぜかというと連打系は結構ね。あのー、ただ叩けばいいっていうだけじゃないんですね。なのでねなんですけど、まあ水槽アーミートリプレートはね。あの、本当にそれの入り口としてね。あのー、使ってあげると非常にいいので紹介しました。今日は、はい。今日はこんなもんですね。えっ、ー、と今年もよろしくお願いします。えっ、ー、と倉橋俊樹でした。どうもありがとうございました。ドラム教室やってます。えっ、ー、と無料体験レッスンなど。 説明欄の方にリンク貼っておきますあともしよかったらチャンネル登録してくださいではまた